三浦瑠麗さんなんですけど、やっとね、テレビの番組でも三浦瑠麗さんの旦那が、家宅捜査されたっていうのは、サンジャポですけどね、やるようになってきた感じですかね。これはもうちょっと話が大きくなるんじゃないかなと思うんですけど、三浦瑠麗氏に投資詐欺の宣伝広告塔の疑惑が持ち上がってるってことですね。ただ、三浦瑠麗さんも下手したら逮捕されるんじゃないのかなっていうところもあるんですよ。テレビはもう出しちゃまずいと思うんですけど、国際政治学者三浦瑠麗の夫の代表を務める投資会社が東方地検特捜部の家宅捜査を受けたことが分かっていた。三浦氏はガサ入れの事実を認める一方、自身の関与は否定。だがネット上では三浦瑠麗が夫の投資詐欺の宣伝と広告等の役割を果たしていたのではないかとの懸念が広がっている。これそうなんですよね。よくよくあの後僕もこれ一報が入った後にいろいろ調べたんですけど、三浦瑠麗さんがやってる山猫なんとかって会社、シンクタンクの会社、あれが旦那と同じ会社なんですよね。法人としては分けてますけど、事務所一緒なんですよ。私は夫の仕事は知りませんって言っても、事務所一緒でやってたら分かんじゃないのかなと思いますけどね。お騒がせ国際政治学者三浦瑠麗が夫の代表を務める東京都の土地会社トライベイキャピタルが19日に東京地検特捜部の家宅捜査を受けたことが分かったと。夫の三浦清氏、建設の見込みがない太陽光発電のプロジェクトへの出資を持ちかけ10億円の出資金を騙し取ったとして被害者が刑事告訴されている。まあ詐欺ですよね。三浦瑠麗氏は声明を発表し、一部報道は事実ですと認めた上で、投資詐欺の疑惑に関しては夫の会社経営には関与しておらず、一切知り得ないとして自身の関与を否定している。だが SNS 上では報道後から三浦瑠麗氏の山猫総研研究所と清志氏のトライベイキャピタルのただならぬ関係、瑠麗氏本人への詐欺事件への関与が、注目が集まっている。まず両者の住所だから一緒なんですよ。一緒のとこなんですよ。東京都千代田区永田町を2丁目10の1永田町を3の森ビルの1階ってことで一緒なんですよね。また、瑠麗氏が SNS に匂わせ投稿した山猫総研の寿司パーティーの写真もトライベイキャピタルが同じ場所で撮影した可能性が。また、清氏が代表を務める別の会社の役員に、三浦瑠麗のいわゆる妹さんが名前を連ねている。だから家族ぐるみですよね。これって旦那に寄生してオフィスを間借りしてるんじゃ。別組織なのに住所は同じ。三浦瑠麗が擁護した統一教会みたい。確かに。三浦瑠麗さんも太陽光にめちゃくちゃ詳しそうです。そうなんですよね。旦那の投資詐欺もパチンコや競馬、酒と同じなんでしょうか。これね、あれですよ。三浦瑠麗さんが統一教会の被害者が献金するのはパチンコや競馬や酒に金使ったのと一緒でしょって言って大炎上してたっていう話ですよね。寿司食ってる場合か、などと、三浦瑠麗氏本人の投資詐欺事件への関与を懸念する声が増加している。ますます増えるでしょうね。三浦さんも太陽光発電めちゃくちゃ詳しそうというネット民の指摘にはそれなりの根拠がある。三浦さんは過去の有識者として再生可能エネルギーの分野によって日本の課題を挙げ、特に太陽光発電を猛プッシュしていた。今になって思うと、これらの発言は夫の会社への利益誘導、ポジショントークと取られてやむを得ない面もあると。これブーメランがあるんですよね。これですね、ブーメラン。太陽光発電でダメな業者がたくさんいる。それは事実であり、取り締まっていくべきです。ただ一部の業者が無責任であったことをもって電源全体をなくすのはナンセンスなのです。ましてや、原発を推進する理由にならないのです。発電所設置に関する環境破壊は見直せばいいのですっていうことをルレさんにした。完全にブーメランで来てるんですよね。三浦瑠麗氏はご意見番として、蒸気以外にも多くのメディアに露出し、ダメな業者を批判しながら太陽光の普及まで邁進してきた。今回のガサ入れ企画に三浦瑠麗氏が夫の投資詐欺の宣伝塔の役割を果たしていたのではないかと考える人が出てきたのは無理もないことです。三浦瑠麗氏の夫に対する東京地検の家宅捜査で、もし安倍首相が生きていたら、このガサ入れが実現することもなかったではとの見解も出ています。これは僕も思いました、速攻で。これまで検察事情に介入してきた安倍元首相の凶弾に倒れ、それによって東京地検特捜部が生き返った感があります。安倍さんは生前、五輪汚職で起訴された組織委員会の高橋元理事に、大丈夫です。絶対に高橋さんは捕まらないようにします。高橋さんを固唾を守りますと約束してきたそうです。だからそうですよね。結局五輪も安倍さんが亡くなったから検察が動いてんでしょうね。伊藤詩織さんの性被害
昨年の銃撃事件を機に大きな変化が生じているのは間違いでしょう。だから山上パワーかっていうのもここなんだろうなと思いますよ。かつて安倍友の代表格だった三浦瑠麗氏も安倍首相を狙撃した山上徹也氏をテロリストと呼び、犯罪行為を賛美する世論に警笛を鳴らしていた。だが、一見もっともらしいそれらの言葉の裏には、安倍元首相という後ろ盾を失った焦りもあるのかもしれない。夫へのガサ入れで改めて三浦瑠麗さんの言葉がどんどん重みが消えてしまうのを感じます。これは太陽光発電に限りません。旧統一教会の問題でも、コロナの問題でも、今後は三浦さんが何か発信するたびに何か裏があるのではないか、ポジショントークではないかと勘ぐったりしてしまうでしょう。これはテレビのコメンターとして致命的です。まあ絶対そうでしょう。テレビ局側としても投資詐欺やその宣伝、広告等の疑いがある人物を文化人として番組に出演させるのは大きなリスク。目覚まし8や朝生といった人気番組で三浦瑠麗氏の姿を見られる期間は意外に短いのかもしれないってあるんですけど、まああと一つあるのは東京地検特捜部が今ね、家宅捜査をしてるってことでしょ。まあガサ入れするってことは、その背後関係とかいろんな、そうですね、証拠物件を揃えてるってことなんで、で、三浦瑠麗さんも関係していることですから、これ政治案件なんじゃないのっていう見方もありますよね。太陽光なんて、そんな個人で、個人の会社がね、やれることではないです。行政と一緒にならないとまず無理なんで。行政も動かしてるんじゃないか。まあ、だからこれによって、潤ってるじゃないけど、一緒に何かしら利益を得てる、まあ、安倍派の議員でしょうね。とかもいるっていう見立てで、特捜部が動いてるっていう見方もあるわけですよ。そうなると三浦瑠麗さんもその中の一人で、議員なんかと一緒に一斉に一回身柄拘束逮捕事情聴取っていうのはまああり得るんじゃないかなとちょっと見てるんで、なかなかね今後が面白くなりそうだなと思ってます。